皆さんこんばんは。ピアノ教室応援コーチ星名優子です。今帰ってきました。今日はですね、この前の投稿の予告にもあるんですけど、若い人のですね、文化に触れてみようよっていうね、メッセージを今日お伝えしたいなと思って、ピョンちゃんの話もしたいんですけど、でもなんか今日ホットな話題だったのでね、でもいろいろ今 Facebook ライブのアンケートを取っていて、皆さんがどんなことを聞きたいか、やっぱり最新の話題だったり、成功体験だったりね、聞きたいっていうのが多かったので、ピョンちゃんはね、オリンピックは、エンタメ系の話なので、また時間取ってね話そうと思うんですけど、まずですね、嬉しかったことは、昨日話そうと思ってすっかり忘れちゃったんだけど、この Facebook ライブを見てる視聴者の先生がからメールが来てですね、先生っつって、 Facebook ライブを毎回見てすごい自分感化させられて、このままじゃお教室ダメ、自分のお教室このままじゃいかんと思って奮起しました。そして頑張ったら1ヶ月で生徒が4人も増えたって言うんですよ。イエーイ、嬉しい。もうこういう話もすっごい嬉しいですよね。なんかFacebook ライブのアンケートにいっぱい書いたんです。結構そのモチベーション上げにこれ見てくださってる方が多いって聞いて、いや頑張りますよ、モチベーション。やっぱモチベーションってパフォーマンスと直結するんですよね。モチベーションが上がらないとパフォーマンスって上がらないんですよ。だから生徒さんなんかでもくじいてばっかりしちゃダメなのね、先生が、先生親がダメでしょダメでしょって、モチベーション下がってたらもう本当パフォーマンスに直結しないから、よっぽど精神力の強い子、打たれ強い子はなんていうの、ほら、叱咤激励でパフォーマンスが出る子もいるけれど、やっぱ多くの方はですね、やっぱモチベーションが上がってないとパフォーマンス、負けず嫌い的なモチベーションでもいいですよ。こんなこと言われて悔しい、見返してやるっていうのもモチベーションなんだけど、やっぱりそういうところにモチベーション発揮できる人って、いや、それこそ羽生選手みたいな、ああいうタイプで あんまりいないんですよね。どっちかっていうと、やっぱり頑張ろうよとか励ましとか応援とかに人ってモチベーション上がったりするので、あとこうなんていうかな、いろんな人のいい話とか聞くとモチベーションがあるので、このライブではですね、結構モチベーションっていうキーワードをいっぱいもらってるので、なるべくね、モチベーションが上がるような、皆さんがモチベーションが上がるような、で、皆さんの何かやりたいことに向かっての行動、パフォーマンスが上がるようになったらいいなと思って、ちょっとお話してこんでと思うんですけど、なんでこの Facebook 見てる先生が感化して、生徒さんが1ヶ月で4人も増えたと、この場を借りて、おめでとう言わせてもらいます。でも今日はたくさんいっぱい楽しいことがあって、嬉しいことがあって、あともう一つは、塾生の先生がですね、テレビに出ることになっちゃったんですよ。もう私は第一報を聞いてですね、一番初めに報告を受けて、先生どうしよう、テレビに出るかもみたいな、もうまあ落ち着けみたいな、大丈夫みたいな感じでですね、そんなので、ちょくちょく彼女からはですね、今後の経過をですね、ブログでどんどん書いてくださることになってるので、ぜひですね、楽しみになさってきてください。すごいですよね。あともう一つすごい嬉しいことは、やっぱり経営塾の先生がですね、セミナーのオファーをねもらって、セミナーをすることになったらしいんですけど、初めちょっと身内のセミナーだったんですよね。で、私もったいないから、もっといろんな人に聞いてもらったらいいですよって言って、ピチナのセミナーに登録されたら、なんとあと残席3名、やばい、みんな申し込んで、あと3席、ピチナの、あれに載って、多分彼女のブログからも、あと残席3名っていうお知らせが入ると思うので、やばい、すごい、みたいな感じでですね、各方面でちょっと塾生さん今活躍してるので、ちょっと嬉しいななんて思ってるんですけど、で、今日は、あともう一つ、Facebook ライブアンケート、ぜひ皆さん答えてくださいよ。今日はですね、このね、イヤリングが、ネックレス。これね、スペインで買ってきたんだわな。お片付けしたら見つかって、あ、やばいこれみたいな、みんなにあげようと思って。で、スペインはレザーが有名なんで、これレザーなのよ。で、ここのね、ほら、丸が面白いでしょ、ぐるぐるって。これでね、留め外しができるんですよ。で、今日これ当たったんですよね、当たった方がいて。
また明日もね、多分スペインのもの出すかな。当たるコツはですね、配信されたらすぐタップした方がいいと思います。結構、早くタップした人が当たってるっぽい。それは多分私の数値の設定が、抽選率とかもいろいろあるんだけど、多分それで、早くタップした人の方が当たりやすいっぽい、今。行っちゃったみたいな、まあみたいな。で、たくさん用意してるんで、二重に当たっても、もう大放出なので当たってください。で、今のところまでアンケートやってるしかそんなにいない。すごく今高確率で当たるみたいな。皆さんゲットしてくださいよ。ね。そうそうそう。まあそんなことです。で、今日の本題は、今日私ね、すごいところに行ってきたんですよ。なんと東京ボーイズコレクション知ってます？みんな。もうね、ほら、違うガールズコレクションっていうのが沖縄でやってるじゃないね。私ちょっとそれどうのか分かんないけど、で、東京ボーイズコレクションで私のコンサルの先生がまだ30代のすごいイケメンのかっこいいね先生なんですけど、いや、ちゃんと経営コンサルタントでものすごい実績持ってるんですよ。実業のある介護系のですねビジネスでナンバーワンとったもやり手の経営コンサルの先生が、なんかボーイズコレクション僕出ることになるかもって言うから、私が先生それは出た方がいいよって、ちょっと私が出た方がいいよって、前にも実業家の方でね、イケメンの先生が出たの知ってるから、いやいやそれ記念になるし、めっちゃ私たちもそのかっこいい先生の勇姿みたいから出てよって言ったら、今日出ることになって、今日武道館でですね、もうちょっと今日はその話をしますよ。3時から9時までピャーってですね、私も何があるか分かんないから、どんなステージか分かんないから、もうすごい興味津々で行ったわけですよ。っていうのも、まあね、最近思ってることなんだけど、私も今51ですね。で、まあ40代手前の先生はまだいいか、40代後半からもう50代の先生はね、とにかく気をつけた方がいいかなと思うのは、私今日見てて思ったんだけど、そこに来てる若い女の子とか男の子、多分20代、10代もいたのかな、20代ね、それがキャーとかやってるわけですよ。こういうの振って、なんていうの、あれなんかこう発色するやつ、ポキッと折ってやるやつ、ライト持って、で一瞬引いたわけですよ。うわっ、何これは、もう爆音すごいし、音楽がで本当に若いグループが全然わかんないんですけど、いっぱいどんどん出てきて、でわーってやってるんですよ。で、もうちょっとね、自分ほら耳大事だからさ、ちょっとこの音量きついなと思って、まあでもですね、途中からいい方法を考えてですね、ところどころこのユニットは見た方がいいなっていうのはちゃんと見たんだけど、ところどころですね、ちょっとこれはないかなっていうのはですね、イヤホンしてこうやって聞いてた。これでも普通に聞こえる。これやってても普通に聞こえたんだよね。これ完全シャットアウトじゃないから、ちょっといいやとか思って、いろいろ自分で耳はやっぱ大事だからね、調整してたんですけど、で思ったわけよ。このキャーってやってるその世代がもう次の親になって子供を産んで私たちのとこ連れてくるわけじゃんね。だからあんまりわかるんだけど、もう今の若い子ついていけないわとかわかるんだけど、何音楽ガチャガチャしててうるさいねって言いたくなる気持ちはわかるけれど、やっぱり、ね、頭ごなしで否定しちゃダメだなと思って、こういう音楽やこういうカルチャーやこういう文化にこう影響を受けるっていうか、こう盛り上がる、そういうのに、乗っかるってるんだよ若い人たちは。韓流スターがめちゃすごかった、ちょっと後で話しますけど。だからそういう文化を良しとする若い世代が親になって子供を産んでも来るんですよ。だからもう最近私ちょっとね、本当に今思ってるのは、30代の若い、
ビジネスマンたちとも一緒に行動しようと思って、あの無理はしないし、別に自分がキャーとかやる必要はないと思うけど、ほうこういうトレンドが流行ってんだなとか、こういうのにみんな影響を受けるんだなっていうのはバシッておかなきゃダメだなと思って、本当にちょっと反省、最近反省してますよ。わかんないから J-POP とか全然私。でもそう思ってずっと今日はずっと聞いてたんですよね。まあ、ところどころちょっとこっそり仕事もしてましたけど、それで面白かったのは、わかんないからいっぱい、先生が出てくるの8時過ぎだったんだよね。でイケメングランプリみたいなのがあって、でその前にいろんなアーティストっていうのグループさんが出てくるんだけど、はっきり言ってどの人が有名でどの人がこれからの人っていうのが分かんないわけよ、知らないから。でもね、見抜けました。それはお客さんの反応、まずお客さんの反応で、お客さんはパチパチパチっていうのと、おーっていうので、おーっていうのは今人気のグループなんやっていうのをすぐそれ分かりました。だからうおーってなったグループはちょっとしっかり何がうおーってなる理由なのか見ようと思って、それは真剣に見ました。あと面白かったのはやっぱりセットとかライトとかの凝り方が違う。やっぱちょっとこれからなのかなっていう、やっぱちょっとお歌を聞いてもまだこれからなのかなっていう人のセットやライトの当て方はやっぱりこうそんなにお金かかってない風なんだよ。だけどうおーっていうグループはもうなんかもうレーザー光線みたいな、シューみたいな、なんかこうボワーンってしてるみたいな、わかんないけどすごかったんですよ。あ、これはやっぱり事務所が強いとか、スポンサーがお金を出すスポンサーがバックについてるとか、やっぱりそういうとこ押してるし、まあお客さんの反応もいいってことで、あ、これは力のあるこれから事務所が推してるグループなんだなとか、力のあるグループなんだなっていうのも分かるようになりました。すごいでしょ。ちゃんとマーケティングの勉強もしてきましたよ。でもう一つは、あとステージ数が長い、本当に短いのでシャッていなくなるのと、2曲歌うのと MC しっかりやるのと、やっぱりその長い時間もらってるチームっていうのはやっぱり人気があるのかバックが強いのかなと思って、もうちゃんとマーケティングの勉強してきました。それで、でも最近の傾向ですごく思ったのは、なんか音楽がね、継ぎはぎみたいにこう、なんていうかパッチワークみたいな、なんかフレーズがポン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 、まるでフィギュアのようでしたよ。フィギュアってほら、おっき、例えばトゥーランドットとかさ、ね、もうさ、ショパンのバラードなんかもほら、継ぎ足しじゃない？まあ、それは試合上、しょうがないからね、2分40秒とかさ、4分20秒だけ、10秒だけ、なんかあるから。でも、ああいうの継ぎはぎの音楽を聴いてもみんな違和感ないんだよね。むしろなんかそれが逆になんか短くていいみたいな。で最近の若い人の、最近の若い人って、もうダメだ、おばちゃん入ってる、やばいやばい、最近の若い人ってね、ちょっとカットカットカット、聞いて今日思ったの、なんかすごい継ぎはぎなんですよ、パッチワークみたいな、ポンポンポン。でも違和感ないのはやっぱ今の人って、よく YouTube のYouTuber の先生なんかも言うけど、短くないともう見てもらえないし、美味しいとこ取りの短い動画でないと見てもらえなくなってきたっていうデータがあるんですよね。ああこれかと思って、本当になんかこう次はぎに見えるんだけど、まあまあ、で自分はクラシック好きだし、長いオペラも好きだし、長いバレエも好きだから、それはそれで、そういった文化もぜひ若い人にこう味わってほしいなと思うけど、本当にそんな継ぎはぎに、なんか継ぎはぎ、なんて継ぎはぎっていうか、こういうのが今のやっぱりトレンドなんだなと思って、だからやっぱり文章、ブログの、あ、今日私すごいこと言ってるわ、すごいいいこと、ブログなんかもやっぱりこういいとこ取りでいいとこをちゃんとこう入れてあげないと、記事に要件っていうのかな、重要なこと、伝えたいことがきちんとこう入ってないと、もう読み手はすぐに離脱しちゃうっていうんだよね。 YouTube なんかもそうだなと思って、いやーすごいね、勉強になりました。だから
で、あ、そうそうそう、それで、まあまあまあ。で、そういうのがバーってあって、すごかったのは韓流スター。韓流スターいっぱい出てきました。で、あ、で、な、すごいんですよ。もう、キャーキャー度が。で、やっぱ、パッと見て違うね。日本の人と。で、なんかこう、割とこう、みんなこう、背が高くて、スラッとしてて、お顔も細くって、小顔で、あ、なんかやっぱりこう、ちょっとこう、なんだろう、何がいいのかちょっと今分析中なんだけど、なんか洗練されてるスタイリッシュ、まあもちろん韓流のねスターの中でもこう売れてる人が来てるんだろうから、あ、なんかやっぱいいなと思いました。見てて綺麗綺麗、男の人だけど綺麗、なんか動きとか、あと、うん、歌も綺麗、歌も綺麗っていうか、うん、綺麗だなと思って勉強になりましたね。うん、そう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 。でその後イケメングランプリって言って、でなんかすごい何千人の中から30人か40人かこう選ばれて最終選考で、それでバーってランウェイして、あの投票する、すごい今ウェブ投票なのね。もうすぐにみんなあのホームページにあるから、皆さんそこでウェブ投票してくださいみたいな、なんかそういうのもなんか時代のあやり方だななんて思って、でその後にどうやるか分かんないんだけど、まあうちの先生が何人かね、ちょっと別な、なんつったかな、ファッション、なんつったかな、ファッションショー的な感じで、でも服は自前でいいんだけど、まあ、そこのランウェイするっていうので出てらして、めっちゃかっこよかったですよ。もうその肩書きがみんなちょっとなんていうかこうエンタメ系の肩書きの中で実業家みたいな、経営コンサル担当みたいな、なんつってかっこいいみたいなんですね。みんなでこうワクワクしちゃって、もうバチバチバチみたいなですね。まあ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 、ちょっとそういうこうね、あの今の人たちの、まあ、そういった文化にやっぱりあの積極的に、いい悪いは後にして、ああこういう文化が流行ってんだなと、こういう文化にキャキャみんな言うんだなっていうのはやっぱりな、知ってかなきゃダメだなと思って、今日は本当にあのいい経験になりました。まあなんで、あの、あ、でもね、あ、そうそう、フィギュア今日はあれですよ、あの女子ザキトワすごいですね、彼女ね、世界人かな。でめあ、もう言えないね、口が、あのメドベージェは、あのね、彼女もすごい足の怪我をしてね、あのか、まあ、治ったかもしれないですけど、それで出てなんかすごい接戦みたいで、あの今お友達は女子も見に行ってるんですよ、またあのフィギュア仲間はですね。あ、それもすごかったなと思って。で、あの、スピードスケートをなんか金取ったんですよね、団体。パラなんとか。すごい、日本頑張ってるみたいな。あの、ちょっとそんなのもですね、今日はなんか、あっちもこっちもいろいろ気になりながらですね、やってよかった。あの、あれでしたけどもね。まあ、そんなんでですね、まあ、そうですね。やっぱり、うん。そうね、やっぱりあの今日すごく勉強になったなっていうのは、まあいろいろマーケティングがこういろいろね、エンタメっていうのはいろいろマーケティングがあの絡んで、それでこう動いてんだなっていうのはこう分かったので、まああとはその若い世代の若い人たちが今度親になって子供を連れてきてくれるっていうのを、もっとピアノ先生はあの意識してもいいんじゃないかなと思って。あのね、一緒になってキャーキャーやる必要はないけど、あ、こういうの好きなんだみたいなね、あのそれはやっぱ大事な感覚じゃないかなと思って、でやっぱりうーん、なんだろうな、年は取っていくけれども、なんていうかな、年は取っていくけど感性はやっぱ、は感性って年取らないと思うんですよね。年はなんていうの、体は年取るけど感性は磨いていけばずっと若い感性でいられるんじゃないかと思って、ちょっと私それにチャレンジしたいなと、いつまでも若い感性でなんかこうコミュニケーションしていきたいと思うので、あのあれですね、ちょっとそういう風に若い感性で、若い人たちの感性と自分の感性がこう合うようになったらいいなと思っています。まあそんなことでですね、ちょっとフィギュアの話もいっぱいしたいんですけど、今日ちょっとホットな話題があったんで、東京ボーイズコレクション、すごかったです
ぜひまた皆さんね、Facebook ライブで話してほしいこと、いや、いよいよですね、早くフリーの話をしたいんで、なんか聞きたいことがあったらコメントください。答えますから。ね。というわけで、ぜひまた、失礼いたします。